はい。皆さん、こんにちは。スの AI で楽しんでくれていますか今日もまたまたスの AI の歌詞、このソフトを開発しました。なんぼほど歌詞のソフトばっかり開発するんだというふうに思われるかもわかりませんが、今日の歌詞ソフトというのは、皆さんが一番たくさん作りそうなポップスで、どちらかというとアイドルに歌ってほしいなというような 元気のいい楽しいポップス。そういうのを簡単に作れるように GPT 図を開発しました。今画面に出しているのが今回の新しいソフトです。スノー w a i 専用アイドルポップスビルダー。よく似た名前ばっかりで、ややこしいな村長という方もおられるかもわかりませんが、前までの以上に番号で答えるだけでうまく構築ができる。 そんなようなソフトですので最後まで見ていってください。では早速やっていきましょう。今回は狭くですね、アイドルソングという風に絞り込んでますので、スターターも1個だけです。これを押します。はい、いろんなところが簡素化されています。まず1個目で作りたい曲名は何ですかという風にいっぱいメニューがあるんじゃなくて1つずつ聞いてくれます。 じゃあここで春を満喫したいこのようにタイトルを入力しました春を満喫したいという曲名で進めますね次に曲の系統というのを教えてくださいこれは先ほども言いましたように基本はアイドルソングもしくは J-POP 的なアバウトなイメージで捉えてくれたらいいんですけれどもその中にもバラードがあったり R&B があったり ヒップホップ系であったりとかそういうのありますよね一応7つ選べれるようにしていますのでこれ以外という方は手入力で何とか何とかとかいう風に入れてくださいじゃあここでは3番の R&B 系でやりたいと思います BPM はどうしますかということで自分で入力してくれてもいいしそういうのがわからない方は ゼロと回答したらちょうどいい BPM を考えてくれます。今回はお任せにしました。次は何番まで作るかというのを教えてください。じゃあ3番までという風うにしましょう。次はこの歌詞を男性目線で作るのかとかそういうようなことです。これも6個の候補がありますのでこの中から選びましょう。じゃあ、 恋愛ソングというふうにしてみましょう次はインフミとか繰り返しとか楽曲を作る上でとっても重要な項目で僕がずっとやってる歌詞ビルダーというのに約1ヶ月ちょっと前ぐらいからついてる機能なんですけれどもこれとってもうまく作用してですね 楽曲というのは印象がしししっっかかりりつななないいいと、とのんんべだらたよう音楽にてまやすす。で例えば「春がウキウキ」とかね「ウキウキ」とかいうようなキャッチーなフレーズ「ウキ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 」とかいうような繰り返したりもしくは「今日もウキウキ」「明日もウキウキ」というように「韻を踏む」と言いますけれどもそういうような歌詞 というのが皆さんの耳に残りやすいという意味で重宝な作詞ということで捉えられることが多いですですからそのためなんですが1から10までということでデフォルトは5です0でお任せいただくことも可能ですということなので0にします今度はボーカルを男性に歌わすのか女性に歌わすのかということで2というのを押しましょうはい 最後にあなたが表現したい曲のイメージを教えてくださいということで、ここで自分の要望というのをしっかり入れてくれるといいと思います。例えば今新入学の季節なんで、新しい高校に入学する夢と希望の曲、こんな風に入れてみました。じゃあ送ってみます。はい、これでヒアリングはすべて終了しましたということです。はい、提案してくれています。 はい。続いて、ひらがなというのも提案してくれています。ひらがなでの方が、素の AI が間違えにくいという状況もありますので、ひらがなが自動的に出るようになっています。また、従来からのカシビルダーと同じように、これの後、動画を作るときのサムネイルとか、動画のスライドの一部分、そういうものも作ってくれるようになっています。はい。 ここで画像もお願いという風うにします。そして日本のアニメ風ということで言いますと横型16対9で出してくれるようになっています。はい。新入学というイメージになってますよね。じゃあ次と打つだけでこれに関連してちゃんと作ってくれます。 はい。学園生活の雰囲気が出ていますよね。こんな風に何を書けと言わなくっても歌詞に合わせたように書いてくれる。これがアイドルポップスビルダーの特徴です。この機能もうまく使ってください。じゃあ、どんな曲ができるのか少しスノー AI に作ってもらいましょう。ちょっと適当な長さをコピーしておきます。そしてスノー AI に 貼り付けをします。そしてスタイルオブミュージックもコピーしてきますそしてタイトルですねはいこれもタイトルに貼り付けをします こうしましたら、あとはクリエイトだけです。今日はですね、ワンセクションだけしかしません。はじめのセクションができて、その後につなぐ機能として、Get f l l Song という機能があります。その機能などの曲を完成に持っていくようなやり方などは、僕の以前の動画、それらを見てですね、うまくつないで完成曲を作ってください。今日は先頭の部分だけを作ってみます。 クリエイトボタンを押します。はい3月の中頃から V3 のアルファバージョンというアルファが取れまして正式バージョンというふうになりましたこの正式バージョンになってからアルファよりはちょっと時間がかかるようになったような感じがしますその分ですねとってもこちらの糸を組みやすく失敗が少なくもしくは失敗でありそうでもですね うまく次のセクションにつなぎやすいとかですね。あまり変なところで歌詞が切れないとか。そんなようにとってもいいバージョンアップが行われたんじゃないかなと感じています。じゃあ聞いてみましょう。 がが未来へと繋がる「君と出会えたこと」「運命感じてる」「春の風に乗せて夢を描くように」「高鳴るこの気持ち止められ はい、2曲目も聴いてみましょう。 はい。いいですね。はい。自分が作って言うなって。まあそんな感じでですね。これは皆さんが一般的に一番作りたそうな J-POP。これに焦点を当ててですね。GPT 図を開発してみました。ぜひ皆さん使ってください。概要欄の方から使えるようになっています。ただし、チャット GPT プラス のユーダーさん。これじゃないと GPT 図というのは使えませんので、その辺はご了承ください。この僕のスの AI シリーズというのはとってもたくさんの人に使ってもらっています。そして僕の方の YouTube では皆さんがスの AI で作った作品、たくさんの人に見てもらうというのはとっても難しいですよね。 それを約8000人いてるチャンネルでですね、皆さんの音楽をお披露目しようというような Snow AI Creators Club というのをやっています。そのクラブでやっている音楽というのは、このように表計算の方で全部管理していまして、今の閲覧数とかそういうのをメンバーさんにレポートをしたりしています。そして、 ここをクリックするだけで皆さんが作ってくれたたくさんの音楽をですね、リスニングして楽しんだりしてもらえるような、そんな工夫もしています。皆さんの中でもせっかく音楽を作ったけど、YouTube とかでなかなか見てもらえない、そんなような方がおりましたら、概要欄のところから僕の専用サイトの方に行っていただいて、そこでどんなような約束ごとで 皆さんとやっているかというのを見ていただいて、そしてもし一緒に Snow AI での楽曲作りをやろうと思った方がおられましたら、またご連絡をいただくといいと思います。今日は長い時間ありがとうございました。まったねー。